続いては群馬の魅力を再発見のコーナーです。このコーナーは魅力あふれる県内各地の今を再発見していきます。はい、ということで今回はですね、表示されていますが長野原町をご紹介していきます。はい、ただですね、今までとはちょっと少し流れを変えまして、長野原町に移住したご家族と、そして長野原町で生まれ育った方へのインタビューを軸にですね、そのライフスタイルをご紹介していきたいと思います。それではご覧ください。いつの時代も変わらない炎、その火のぬくもりは人々の心と体を温める。青く澄んだ水、その潤いは変わることなく人々の心と体を癒し続ける。人間の暮らしの中で欠かすことのできない火と水、その二つに彩られた場所、それが長野原町。人々の暮らすエリアは標高500メートルから1370メートル。そこでは実に多彩な暮らしが営まれる。水面から高原へ、四季の移ろいとともにその暮らしは静かに、そして温かく繰り広げられている。最初僕はちょっと反対してた。よく僕が例え話出すんですけど、じゃあ分かった、とりあえず北軽に住みたいけどいろいろ準備があるから、それ用の船を僕が作るから、ちょっと待ってるって言ってトンカントンカンやってる間にイカダの状態で出航しちゃったんです。行くぞそれぞれが自分たちのこう考えを持っていて、スタイルもあるけど、何かあったら助けてあげるよみたいな、住んでいて移住してからもそれをすごい感じますね。最初もう寒い、ひたすら寒いなという、ちょっとこれは舐めてかかるとやっぱり自然はすごいなと。東京は東京で寒いんですけど、なんか質が違うっていうか、そういう、恐れっていうんですかね、自然に対するそういうのを感じましたけど。人がいればそれなりのいるだけドラマがあると思うんですね。実際こちらで私たちも働いたり、遊んだり、いろんな学校があったりって、いろんな方とこう接するんですけど、なんでしょうね、なんか大きな意味で優しいなという感じは受けますね。すごく優しい方が多い。もう変な言い方しちゃうと、もう地場からここの北軽井沢 の、 この空気とか土からも感じるぐらい、だし、この木々もそうですし、森もすべてが、もうすべてが良かったっていう感じですよね。もうここで、その瞬間にここで生きていきたいとかじゃなくて、ここで死ねたらいいなって思って冬は何してやる。冬はあそこで雪だるま作って、メインが、あなたのメインは何でしたっけ。スキー、生まれて初めてスキーをやって、もうそれで私は生きていくって言っていますよ長野原町の北軽井沢エリアでは、火をキーワードに暖かく彩られた日々が生み出される。その日常は自然と共にあり、自然と共に生き、自然の中で繰り返される。かつての清流は雄大な湖面へ、時とともに変わった水との関わり、変わらないのは水との共生。そうですね、この、湖と山の景色、この、綺麗な景色の中を走れる長野原町は、もう私のようなランナーにとって最高の場所ですね。で、山の下りを、獣のようになって下り降りるのが、本当に気持ちいいですね。ふかふかの、山道が多いので、足に優しい。湖に、太陽の光が映ってキラキラと光って、本当に、その景色が美しいですね。長野原町、この八ッ場、吾妻湖の周りは本当道幅の広い歩道がありますので、基
気持ちよくずっと走っていられます。走った後は温泉なんか入っても本当気持ちいいですね。いつもトレーニングで走っている登山道が落ち葉が深く降り積もってちょっとだいぶ走りづらくなってる、まあ、そういったのを落ち葉かきなんかをして訪れてくる人たちが登山をしやすいように整備作業を始めました。例えばヤンバダムの管理用の階段を駆け上がるレースや、あとこのダム湖の周りを走るマラソン大会、そんなイベントもやってみたいと思います。こうダムができて、こう長浜町が本当パッと明るくなった、そういうふうに思いますね。本当に良かったなと思います。長浜町のこの美しい自然をぜひ皆さん、見に来てください。長野原町のヤンバ吾妻湖エリアでは、水をキーワードに相反する静かな中でのアクティブな日々が生み出される。その日常も自然と共にあり、自然と共に生き、自然の中で繰り返される。火と水の町、長野原町。この地で連綿と繰り返される人々の営みは、厳しくも優しい大自然に守られてきた。ようこそ長野原町へ。ようこそ火と水の町へ。